私は静岡県立大学グローバル地域センター自然災害研究部門の南條和義と申します。自然災害の研究や防災の啓発活動をやっております。今回は7月10日に開催した静岡で知っておきたい地震と火山と防災の子ども防災講座について皆様にご紹介したいと思います。子ども防災講座はですね、静岡県地震防災センターというところで開催しました。最初にですね、授業をやったりですね、で実験をやったり、そしてですね、体験コーナーもありまして、またですね、クイズコーナーもありました。授業のですね、一番最初にですね、地震がどこで起こっているのかということの質問をしました。大人からするとですね、当たり前なんですけども、子どもたちからするとですね、初めてこういう地震の勉強をするので、どこで起こっているか、地面の下で起こっているのか、空気の中で起こっているのかというような質問から始めました。机のですね、下に隠れて、揺れの時に机の下に隠れて身を守るということを防災訓練でやることがあると思うんですが、静岡県ではですね、その防災訓練の中で机の足をちゃんと持つということを習います。でこれはですね、非常に大切なことで、自分の身を守る上でですね、これをやらないとですね、また物が落ちてくることがありますので、この足を持って揺れがあってもですね、常に上に机があるというような状況が作れているっていうのは非常に大事です。これはですね、実験のですね、機械のですね、説明をしています。ここで説明している機械はですね、地震の起こり方の説明をしていまして、実験をやってて本当は近くの建物が倒れてしまうということを実験で表現したかったんですけども、今回の場合はですね、実験なんでうまくいかなかったんですね。で、近くの建物は倒れずに立っているということで、実はみんな子どもたちと一緒にですね、笑っているシーンです。これはですね、地震防災センターにある地震の時の揺れを体験する機械になっています。で今ですね、この揺れをですね、体験している風景なんですけども、震度6であったり震度7であったり、非常に大きな揺れです。で実際皆さん立ってられるんですけども、皆さんどうでしょう、全然気づかない中で、知らない中で、その震度6であったり震度7が来たら大変ですよね。こういうことを、いざという時のために体験しておくとですね、揺れっていうのはどんなものなのかっていうのが分かります。ぜひ体験してほしい装置ですね。でこの揺れはですね、震度7という揺れはですね、非常に大きな揺れですと。で建物がですね、壊れたりですね、ひびが入ったりですね、そのような大きな揺れになってしまうというような揺れです。でこの揺れは南海トラフ地震が起こった時にですね、想定されている揺れでもありまして、この南海トラフ地震が起こるとですね、非常に大きな揺れに見舞われる可能性があります。津波を見てもらうと分かるんですが、堤防をですね、大きく乗り越えるような水がですね、流れ込んでくるというのが分かります。南海トラフ地震の後にですね、余震が発生するというふうに考えられています。でその余震もですね、非常に大きな揺れを起こす原因になります。非常にこの津波の実験っていうのはですね、体験してみないとわからない実験なんです。もう予想外に水が飛び出てしまうっていうことに子どもたちはすごくびっくりしていました。でこれはですね、高層ビルの揺れを実験する機械になります。でよく見てもらうとわかるんですが、非常に揺れる階があったりですね、あまり揺れてない階があったりします。これはですね、この建物の特徴でして、この場合はですね、真ん中の階がですね、非常に揺れるような揺れになっています。体験コーナーに子どもたちは移動しました。今ですね、インストラクターさんが1日に必要な水の量はいくらですかという質問をしています。3リットル。はい、3リットル。正解。3リットルです。これ読める？ローリングストック。そう、ローリングストック法。これはですね、日頃から食べているものや飲んでいるものをですね、少し多めに買っておいて、いざという時、防災が必要な時にですね、
少しずつその備蓄していたものを食べていくという備えになります。訓練 さっきもやったけども、どんなポーズをするんだっけ。緊急地震速報のサイレンが鳴りまして、で子どもたちが身をかがめています。でこれはですね、みんなで撮っているポーズはダンゴムシのポーズといいます。落下物から頭や首を守るための姿勢です。周りに隠れる場所がない時など自分の身を守るための姿勢となります。この地震防災センターでは、さまざまな地震の体験をすることができる施設となっています。で、今回の子ども防災講座では、その中でいくつかの体験コーナーを使って、みんなと楽しんで勉強をしました。ここからはアンケートの一部をご紹介します。質問1、講座に参加した理由。今後大きな地震が来ると言われているので、子どもたちにも地震について学んでほしいと思ったから。地震の怖さや備えの大切さを子どもたちに知ってもらいたいと思ったから。親がいない時に被災した時の知識や意識を高めておきたかったから。小学校の訓練がコロナ禍で縮小されていることに不安を感じたから。クイズ形式、実験形式など興味を持って参加できそうな内容だったので。質問2、もっと知りたかったこと、次回に期待すること。最近の防災グッズなどがあれば知りたい。建物などの揺れ方に影響を与える周波数についてもう少し詳しく知りたかった。避難所でのプライベート空間の作り方を知りたい。学校の体育館などで宿泊訓練をしたい。災害が起こってしまった後の行動などを詳しく知りたい。なぜ縦揺れと横揺れがあるの？質問3、子ども防災講座の感想。見学ツアーの説明が分かりやすく、子どもたちも楽しく防災を学ぶことができた。子どもももしもの時の備えがどのくらい必要なのか、避難所でのことが分かったようだった。机の下に隠れた時に足を持つことは子どもの方が知っていて驚いた。トイレのことを忘れがち。匂いで体調も悪くなってしまうと思うので、蓋付きのものや防臭袋を用意しようと思った。足を踏ん張っていてもすごい揺れだったので、本当の地震が起きたらきっと対応できずに倒れてしまうと思った。低学年、高学年などでグループ分けをして説明していただけると理解度が上がると思いました。水を備蓄する量に驚きました。地震後の備えや生活など被災時の話があり、どのような準備が必要か家族で話すきっかけになってよかった。今回のその子ども防災講座で大事なことは、子どものですね、防災意識を高めるということが大事です。でその一方でですね、子どもから教えてもらって大人のですね、防災意識を高めるということも大事だと思っています。でこの両方がないとうまく防災がいきません。その意味でですね、今回の防災講座をきっかけにして家族でですね、防災について話し合うという機会を持っていただければいいなと思っています。地震はですね、いつ起こってもおかしくないことです。そのためにですね、日頃から防災備えをするということが大事ですので、家庭でもですね、防災意識を持って防災の備えをしていただくということをお願いしたいと思います。